こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、日本アマゾンのね、優位性に黄色信号が灯ってるということで、まあ、配送品質がヤマトの撤退によってね、えー、だいぶ落ちたと。でも、えー、日本アマゾンは厳しい状況になるんじゃないのかなと思ったんですけど、やっぱその、えー、通り厳しくなって、まあ、苦戦してるセラーが多いと。で、まあ、US なりオーストラリアなりに乗り換えれば、まあ きっと稼ぎやすくなるんでしょうけどまあ残念ながらね、えー、日本アマゾンで、えー、頑張っちゃう人はやっぱりね、えー、これだけ分かりやすい原因で、えー、売り上げが上がってなくてもまあその現実を見ないのか見たいものしか人は見ないということなのかねなん、えー、でか分かんないとかねアマゾンが悪いとかやってるのがあったんでそれについてちょっとシェアします、まあ、セラーフォーラムにね 12月に入って売り上げ減ってるというようなね、書き込みが出てました。10、11、12と、売り上げは右肩下がりですと。これはの、アマゾンのね、まあ、そのデリバリープロバイダーで、配送品質がひどく落ちたというのが話題になったのが10月ですからね、やっぱりね、アマゾンのアマゾン離れが起こってると。セッション数が減ってないにもかかわらず、売り上げは落ちてる状況ですと。 財布は潤っていると思いますこれね、えー、セッション数が増えてる、あるいはね、えー、落ちてないってことは、Amazon で買うっていうのが今、ほとんどの消費者の最優先事項ではなくなってきてると。ね、私もそうですけど、まあ、日本アマゾンを利用する客のうち、資金力のある客は都心部に住んでると。で、都心部っていうのはね、ちょっとでかければ、えー、ダイソーもあるし、ドンキもあるしね、えー、まあ、の、 ショップもいくらでもリアルショップもあるし、まあ、さらにね、えー、楽天もアマゾンヤフオクもあると、今もメルカリもあるというような状況です。そうなると、以前はねあ、ドン・キホーテで、えー、これ面白そうだなと、見たらアマゾンでも売ってると、じゃあ持って帰るのめんどくさいからアマゾンで買おうと、アマゾンの方が安いしと。 いうことだったのが、今アマゾンで注文してもね、えー、受け取りめんどくさいから、まあ、ちょっと高いけどドンキで買っちゃおうかなというようなね、ことで、まあわざわざアマゾンで購入しないという選択が増えました。まあ、それとメルカリとかね、えー、出てきてますんで、値段を比べる人はね、アマゾンで買えるこれメルカリのが安いじゃんとかね、えヤフー、ah、のが安いじゃんっていうのでね、えー、以前はアマゾンは、え、ー 受け取りも簡単だったしね、えー、まあ注文が簡単なのは相変わらずなんですけど、まあ受け取りでね、何時にいつ来るかわかんないと、ね、時間守らないとか、わざわざコンビニ受け取りにしてコンビニ行くとか、すっごいめんどくさいんでですね、まあ正直、えー、無駄遣いの好きな、面倒なのは嫌いだという人は、アマゾンでむしろ購入しないというようなね、選択肢も増えてきてます。 まあそんなわけでね、えー、もうこれ、デリバリープロパイダーの、まあ、ヤマトの撤退とね、デリバリープロパイダーの、えー、配達品質の低さ、まあ、それが一番の原因だろうなというふうにね、簡単に予測がつくんですけど、全くその観点の話をこれ、えー、見てきましたけど、出てこないと。ね、で、もう、アマゾン、ね、出品者に冷たすぎると。ね、えー、で、 見直してください。確かに、アマゾンは購入者は大切にしますけど、出品者は、えー、すごい礼遇してます。これはね、えー、見直して礼、えー、遇しようと、礼遇した方がメリットあるねということにね、えー、落ち着いてるっていうことを、まあ、現実を考えるとそうなってる。そこに目を向けなきゃいけないなと思います。まあ、何しろね、えー、みんな同じような商品を売ってると。まあ、同じような商品を売ってるんだったらね、 別に、疑わしきは退場という形でどんどん退場させても全くアマゾンにはデメリットがないと。で逆にね、購入者に対していい商品を提供しない可能性がある出品者はもう弾いちゃうと。で、問題ない出品者だけ残した方がね、購入者のメリットになりますんで、これはもう本当に当たり前のやり方なんでですね、この、まあなんてうんですかね、需要と供給の関係で、 みんなと同じ商品を出品している出品者はね、えー、全く冷遇される方向がね、ますますひどくなるしかないという現実をね、えー、見ないと、えー、なかなか日本のアマゾンじゃやっていけないだろうなというふうに思います。ね、もう原因不明ですと、ね。原因不明だけど、はっきりしていることはやたらと広告の単価、えー、日額を増やすという通知ばかりですと。ねまあ、はっきりしているっていうかね。 え、まあ、連絡が来るのはそれだけで、他は全く原因を考えたこともないということでしょうね。まあ、原因はヤマトヨとアマゾンの蜜月関係の終了なんですけど、まあ、これだけわかりやすい現実もないと思うんですが、まあ、そこにやっぱり売上落ちちゃったって言ってる人はね、目を向けないんですね。で、一方、この方は、売上5倍以上と、ね、12月に入って5倍以上売れてますと、調子がいいですと。で、でも、 もうね、本業しながら片手間状態で出品してるんで、えー、来年の FBA 発送無料キャンペーンが終了とともに、大口出品をやめアメ、アマゾンから撤退しようと思ってます。絶好調なのにやめようと思ってると。ね、これ面白い、えー、典型的な事例ですね、えー。なぜ売れ行きが悪くなったのか、原因が分からず、無策な出品者は日本アマゾンでの販売を続けると。まあ、要は、あの、なんですかね、今までやってたことの延長しかできないというのがね、まあ、これはまあ、 別に、えー、悪,い悪いことじゃないというかね、ビジネス上は非常にまずいことなんですけど、まあ普通に、えー、日本で教育を受けてたらね、えー、途中で辞めるのは良くないとかね、えー、まあ努力すればなんとかなるっていう発想になるでしょうから、まあ輸出に切り替えようとか、そういうことは考えずね、えー、まあ自分じゃどうにもならない、日本アマゾンが悪いって言ってね、ただ努力だけ続けるという形でしょうね。まあ、一方 厳しくなったこの日本市場でも稼ぐセンスのある出品者、ね。これはもう先行きに不満を感じるんで見切りをつけると。今絶好調なのに、でもこの絶好調もね、日本のこの今のアマゾンの流れを見ると続かないなということでね、見切りをつけちゃうと。まあ、この方はきっとね、輸出なんかにすればもっとガツンと稼げると思いますけど、本業の片手までって書いてありますからね。 やっぱりビジネスセンスがある人は本業も多分所得が高いんで、まあ、副業をやる必然性がないと。まあ、これよくある事例でね、えー、稼ぐ人は何やったって大抵簡単に稼ぐんですけど、まあ、稼げない人ほどですね、稼ぐの難しいことで稼げない稼げないって言って泥沼にはまっていくと。貧乏暇なしとはよく言ったものでですね、まあ、暇がないから、えー、次の対策を考える方もなく、まあ、ズブズブと沈んでいく。 一方ね、えー、稼ぐセンスのある人は、そんな稼げてるのにもったいないじゃんというのでね、稼げなくなる兆候を見,見出して、見切りをつけちゃうと、まあ、本当にビジネスではよくある事例だと思います。で、まあ、この精神論というか、道徳論というかね、えー、たまに見かけて、まああまあ、この人は稼げないだろうなと、常々思う理屈なんですけど、このね、人権と平等が商売では重要になりますと。 ね、これをおろそかにする企業に未来はなく繁栄もありません。まあ道徳的にはね、そうあってほしいと思う人が多いのはわかります。しかし現実は人権とか平等とかは関係なく、えー、ビジネスは戦争ですからね、主義主張とは関係なく儲けることに貪欲な企業だけが生き残ると。まな、あ、いし、戦争ですから負ければ死ぬだけですね。人権とか平等とかって言ってもね、えー、負けちゃったら死ぬだけと。 で、アマゾンが世界最強の企業になる日はそう遠くはないと思います。で今までね、えーまあ、世界最強の企業となってきたようなマイクロソフトなりね、スタンダードオイルなり、えー、どんな商売でもね、人権とか平等を大切にしてる会社なんてのはないです。まあ、そんな企業は大体、えー、潰れてるかちっちゃいままと。ねまあ、これはね、あのビジネスっていうのがその道徳の授業とか、えー ボランティアじゃなくて戦争だっていうのわかんないとなかなか受け入れがたい現実なんですけど、えー、もうほんと一番になって勝たなきゃ死ぬだけというのがビジネスなんでですね、えー、儲かることだけをやるというのに特化をしないとまずいです。で、これ以下はね、またデリバリープロパイダー使ってひどかったですっていうね、えー、前にか動画作って書いてる記事なんで割愛しますけど、やっぱり まあ普通の人はね、厳しい市場で稼ぐっていうのはかなり厳しいです。この、えー、儲かりませんねって書いてたフォーラムに、そうだそうだって書いてた人が10人以上。で、儲かってますって言った人は1人だけ。ねで、大体よくてそんな比率ですね。ですから今の日本市場では、えー、100人参加したら90人は稼ぐことができないという状態になってます。まあ、そうではなくね、やっぱりもっと稼ぎやすい市場。 ね、えー、もっと甘い市場を見つけて、そこで稼ぐことがおすすめです。まあそんなわけで、ね、皆さんサポートを受けている方はね、US アマゾンに取り組んでいて、まあ、これからオーストラリアアマゾンに力を入れましょうというのはね、まあ非常に正しい選択なんで、まあ日本アマゾンが稼げなくなっても、日本は非常に厳しい市場なんでね、この3つのバランスを保つことができなかったと。販売は 相変わらず最強ね、買いやすいですし、えー、在庫管理もしっかりしてますけど、配送が何しろ日本の場合は崩れちゃったと。ねえー、崩れたったって、アメリカよりマシか、えー、ヨーロッパよりはいいか、そのぐらいなんですけど、日本の場合はね、要求されるはん配達品質が非常に高いんで、まあ、それを維持できなかったと。でこの問題をなんとかしない限りは、もう日本アマゾンで稼ぐことは相当厳しいです。まあ、そんなわけでね、オーストラリアアマゾンの販売と、 u s a m a z ですでに商品が見つかっている人は引き続き u s a m a z の販売の方に力を入れていってください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。